はい、というわけでいきましょうか。いいっすか、皆さん元気ないね。どうしたんですか。この撮影前にマイクアームが壊れまして泣いてるんだよ、完全に。そう、泣いてる泣いてるんだよ結構泣いてる、ガチ泣いしてるからな。ちょっとこの時重いな、なんかちょっと折れた破片持ってきてる。ここ折れた、マイクところがポキリ、マイクアームポキリ折れて、ピント超合うじゃん。いやもう完璧か、すごいな。それピント合わせる人ないけどこうやってな、そう、わざわざね。皆さんこんにちは、ダイタンです。よしポーズです。何が合わせてトライオルです。はい、よろしくお願いいたします。ということで今回ね、ちょっとボズ君は髪生えていやだからもう前回から生えてる今日僕はメガネもかけて、はい、でレオは落ち込んでて、そう落ち込んでてね、ね、あのみんな変わっておりますが、あのいつもと変わらずトライアルで楽しくやっていきますので、で今回やるゲームなんすか、ボズくん。今回やるゲームは人生ゲーム4 Nintendo Switch。 レオイエーイ、人生ゲームやで、人生ゲーム。レオの好きな人生ゲームや。俺の人生終わったよ。アームごときでもうかしょんぼい人生、早いなしょんぼい人生やな。おい、いや今回でもね、人生ゲームするのにあたって、勝てばちょっとだけ、前ほどじゃないけどちょっといいもんもらえるんで。なんか前回はね、なんか賞金とかだったよね。賞金全額総取りみたいなやつだった。そうそうそう、総取りだった。で、レオが勝ったんだよね、確か。これじゃない、今回。今回はね、もうちょっとほんとちょっとしたもんなんですよ、はい、俺がここに来る前に買ってきました。はい、はい、ゴディバのチョコレート。素晴らしい。ゴディバのチョコレートの動物の森ポーチ付き、ありがとうございます。これを買った人にあげます。ちょっとしたもんだね。ちょっとしたもん。いや、美味しいよこれ。ケチつけんなよ。いいじゃん、来る時に買ってきたんだから。で、じゃあ、だからこれ大胆のおごりでしょ。いやでもやっぱ今言われてちょっとカチンときたんで。何、負けたやつのおごりでお願いします。3600円、よろしくお願いします。え、あ、俺のマイクアームと同じね。じゃあそれでクソ買えよ。レオはもし負けたら2倍払うこと。あ、そういうことね。アームとこの分買わなきゃ。もうすでに1倍を払ってる。1倍ベットしてんの。じゃあベットしてんの。俺2倍ベットする場合。だから勝った人はね、しっかりとチョコレートもらって嬉しく帰れるので、皆さん全力で頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。もう勝つ気。え、勝つ気。あ、チョコレート大好きだ。俺も好きっす。レオは、チョコか、のが好きかな。もう論外です。じゃあやっていきましょう。はい、はい、ということで、ダイダラレオボズの3人で、はい、やっていきます。いきますよ。順番シャッフルしとこうか。しとこう。おい、え、結構これ大事なんじゃないの。わかんない、人生ゲームだしな。あんま変わらんじゃない、うん、あれあんま変わらん。いや、1番はね、結構大事なの。まあまあ確かにな、レオがね。そうだね、率先して前に行ってくれればね。そうそうそう、やったこと2人はないんだよね。ない、今作。この作はない。ああ、オッケーオッケー。俺多分2回やぐらいやったことあるから、ちょっとは分かるからね。オッケー。アドバイスするんで、先生。あ、してくれるんですね。やっぱ嘘もつくかもしれんけど。初見。え、嘘つくかもしれん。世界ナンバーワンの人生リアリティー。いい声してるな。これ山ちゃんか？山ちゃん。あ、山ちゃんだ。番長。ジーニー。ジーニーちゃんだーって。あ、山ちゃんだ。山ちゃんだね。声優豪華。この番組の教えてください。ない。最後に一番総資産が多かった人が優勝。お金なんだ。お金だね。うん、この世は金なしじゃ生きててね。そうね。さ、おい、マイナスとかもある借金。え、あるよ、借金も。借金取るとね、大変なことになるから、ほどほどに、ね、借金は。ほどほどにって、うん、どうなの、借金。なんか借金取ると借金取りが来るんだよね。で、あ、赤ちゃんだったよ、俺たち。あ、レオの目かわいいね。赤ちゃんだ。大人になって、いいお仕事につけるように、しっかり能力をアップしてる。あ、あったね。そう、なんか、いい学校つけるようにね、入れるように。頑張っていこう。職業か。うん、何になりたい、職業。え、ヒーローかな。ヒーロー、まあ、あるかな、ヒーロー。え、何、埼玉を目指してんの。え、ヒロアカの方に。あ、ヒロアカね。あ、そっち。そっちなんや。オールマイトになりたかったから。ワンパンマンじゃないんだ。あら、赤ちゃんからだよ。かわいい。なんか作ってあるな。あ、すごい綺麗。プレステや。うん、プレイセ、だいぶ昔やったね。プレイステーション3でね、やったんだよ。で、大変だったじゃん、やったんだよ。懐かしい。うい、
よし、じゃあみんな楽しくやっていこうぜ。まあ特に言うことないと思うよ。人生ゲーム普通に分かると思うわ。そうね、頑張りましょう。マコちゃん300万持ってんの？金持ち？金持ち、やっぱ生まれた時から300万持ってるから。俺が赤ちゃんの時0円だったけどな。いや俺も0円だったわ。それなんで知ってんねん。なんで0歳のことを知ってんねん。みんな、ボツが持ってた？あ、出た。いきなり最高ラッキー。あるミルク会社が赤ちゃんの動画を募集してるみたい。あ、現代に基づいたメガネになるわけですね。ショート動画的なやつね。ひたすらゴロンゴロンする動画を親に投稿してもらった。その結果は？優勝だ。うわ、すごい。あったな。しかも今回数値じゃないんだ。そうそう、なんか G とかパープル方式。はい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 。おセンス丸。なんそれ、持ってるだけで1000アップにボーナス。これ上がりやすくなる能力が。あー、高校生まで。いいボンド、すごいいいよこれ。へー、これはもういきなり、あ、ボズくん俺たちピンチよ。マジで？え、そんなに？そんなに気になる？アガバスに止まらないともらえないから。あ、なるほどね。センサーって、まあ、芸術系？そう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 。あー、なるほど。あ、しかも、マスにレベルがあるんだ。そうだね。いっちゃんいいラッキーと、うん、そう、2番目と、ま、いっちゃん下ね。はい、はい。家族でテーマパーク。会社員に体験した？何や何や、外国語使って会議した？え、ちょ、赤ちゃんですけど。あの赤ちゃんですけど。まあでも俺も喋れたけどね。そうやな。そうやの？せやなだな。ねえ、バランスのいい能力が必要なだなっていう。ああ、バランスが。ああ、すごいすごい。ね、ああ、なるほどね。これ悲しいマスはもうあるんだね。一応あるね。一応少ないや、子供時代は。あ、後半になればなるほど。あ、待って。ラッキーマス。おめえら！いいじゃん。お休みに入っていたので遊んでもらえることになった。親の膝の上に乗せてもらいながらピアノの鍵盤をバシバシ叩いた。ダンダンダン。夢中で叩き続けていたドレミを弾けるようになっていた。あ、すごいすごい。俺より優秀だ。体力がすごく上がった。センス爆発って。あー、俺も。あー、これはありがたい。え、ちょっと待って。俺チョコ食べたい。いや、待たないね。一切待たない。やり直さない。あ、これで終わりでもいい。引き分け。引き分け。収録時間13分で終わりです。つまんねえとか言って。つまんねえ。なになになに。あ、今バグったんかと思った。おい待って、レオ連続で。あ、これもあれ、ラッキーマス。はいはい。絵本ね。あ、これは言葉が分かるなって、教養は。まあ、まあでも俺外国語分かるからさ。あー、でもやっぱステータス上がってますよ。え、ちょっと待って、すごいなこれ。これでも今、そうかそうか、うん、爆発したかった、多分スペイン語ぐらいまで。爆発しすぎやろ。すげえ、そんなにバカ。頭良すぎだろ、そう。例えば、おぉ、あ、よかった、俺も行った。あ、いいね。レオと同じとこだ。恐ろっちいレオ。イベント違うの？違うものや、なんか。避難訓練。ほぉ。幼いかけない、喋らない、戻らない、お菓子も。あ、4つになってんだ。お菓子もなの？もう今お菓子もなんだよね。へぇ。教わったよっていう。で、昔は戻れたんだ。そうだね。あ、いや、そんな感じ。あ、こっちの方がいいじゃん。運動神経出た、俺。よかったよかった。昔は戻れたんだ。そんなことねえわ。どういうこと？これ、今、長押しやね。あ、長押しね。ダーンって。パーンってすんねや。あ、いい。行くで、坊主くん。バイバーイ。あ、でも欲しかったな。職業体験のね、テーマパーク。あ、で、何やる？ほう、お医者さん。ほう。え、マジで？気力体力ね。あ、でも、FFF。バランスよくなった。なるほど。会社になれる、会社になれる。でも、特化したいよな。まあまあ、確かにね。センス特化したら何になるんだっけな。忘れたな。まあ、なんかね、就職の時に見れるから。赤ちゃん時代、あと行ったんだって。もうすぐ終わり。もう赤ちゃん終わり？赤ちゃんすぐだからね。そうなの。それを今、いいラッキーしか止まってねえかな。今回もリアルでやったら。あ、またじゃない。え、めっちゃすごいじゃん。え、これ3つゲットできる可能性あるじゃん。いやいや、1個だけなの、あの、なんか才能のやつは。あ、そうなんや。だからやっぱどっかで1個特化したいよ。あー、なるほどね。やっぱセンスだ。うんうん。大人たちが怖がらせてきたけど。怖。え、全然犯罪ですけど。うわー、あ、もう記憶いいだよ。頭いいな、レオ。いや、センスが欲しいな。センス、若ままやな、レオ。知力ってだってお堅い仕事しかないでしょ。まあまあ、そうだね。まあそうやな。うん、なんかそんなイメージある。堅い仕事しよう。待って、俺。いや、大丈夫だよ。2だから。おろ。あ、ヒアリマス。いきなりマイナス？マイナス、これ。やばいやばい。好き嫌いせず、何でも食べよう。うん、言いつけを守らず、好き嫌いなものを残してると、うん、体の調子が悪くなった。赤ちゃんやで。
赤ちゃん赤ちゃん、まあ、ほらもう下がったよ。まあまあ、まあ、まあありがちだよ ね子供の時だって。めっちゃバカじゃん。そうなんだよ。おい F だから。マウント取るの。あ、F ごときがよ。あ、ちょっといいやつ。あ、同じやつや。ちょっと一緒だよ。こういうの食べるんじゃない。俺はちゃんと食べて元気になった。全体上がるんじゃない。あ、いいねいいね。おいおいおい、ふざけるなよ。いい、ね、食うなよ。いや、食うだろ。野菜残せよ。学校入るんだ。あ、そうだね、次は。はい、今のところこんな感じです。あー、あれレオがすごいな。頭よ。別に俺飛んで中学校でもいいけどね。いや早い。6年間過ごせ小学校海外みたいな。なんだその飛んで埼玉みたいな。飛んで中学校。誰も見んわそんな映画。さあ小学校時代。これも3単だけです。あ、場所変わるんだ。あ、そうだね。ここの子供時代は特に何もないんで。はいはいはい。まあレアラッキー泊まれば。あ、そうそういい感じだねっていう。止まるんだよね。ほら、レオ？これなんか昔と比べるとだいぶや優しいマス多いわ。そうだね。今回優しいだいぶ。急にあの目悪いんだ。もう早いな。もうメガネしてるやん。はいはい。頑張った。ああすごい。あーでも知力？知力特化だよ。いや本当はセンスが上がりやすい。五の目カード出たよ。ああこれはでかいね。いいねカード。何これ？これ。あ、服の髪。うわ、やば。やば。パトロンついた。パトロン？パトロンついた。まさかパトロンという言葉を聞くと思わなかった。これ俺じゃない？あ、俺じゃない。あ、俺だね。これは。三。ラッキーマス。二。あ、レオ？レオ！これどっちもステータス上がるってやつだね。どこ行く？え、俺も上がんの？俺。なんか行こうぜレオ。励まし合えたか。レオと励まし合えたから読みづら。どこ行ってんの。確かに、ね、全部ひらがなだから。やった体力爆発。あーいいね、俺体力だからちょうどいいわ。はいはいはい。レオも、あ、レオだったまた。こういうのがいいんだよね。だから悲しみますだったら全員がステータス上がることもあるんだよ確かに。きつー。そうなの。そうそうそう、それはね、過去作からあった気がする。2ボス君、あ、一緒。あ、いいところだね。うん、やってます、2だね。あ、やる気であるある。え、商店街歩いて品のおじさん。怖い怖い。うわ、強そうじゃん。どれ目を閉じるのじゃん。怖っ。なんだ、何その代わり、お金置いとけ。不思議なボタンがついてた。ボタンがついていた。え、何あの1億円ボタン。背中に背中に自分で押せない。背中に自分で押せない。誰か押してってやつ。体力がすごく上がった。やる気、あ、やる気スイッチね。お宝ね。うん、これあれか、最後に。え、パトロンついた。あ、パトロンついた。あのおじさんがパトロンだから。パトロンつきすぎだろ。やったね。これね、見てほら、500万。500万もついてないの。待って、これ俺だけついてない。パトロンやばいやばい。仕事辞めるけどな。まだ仕事してないんだよ。毎年500万もらえたら十分だろ。まだまだまだガキなんだから。5の目だとレアには止まれないのか。ああだね。うん、普通に振るから3は振らないようにしないといけないんだよね。まあまあまあ、そんなレインを3なんて。レオー、あ、惜しい。あ、でもレアラッキーじゃない。いいな、レオ。惜しい。レオラッキーだ。何する？あ、これ、上がるやつ変わると思うよ、これで。センスは家じゃない。図書館が知力でしょ。公園が体力じゃない。まあ、でもセンス丸、上がりやすいんだよね。うん、家かな。どっ、ん、家で漫画を読んでるか。絶対センスかな。もうちょっとイラストレーターになろうか。あるかな、職業で、ね、うわぁ、超爆発だった。やばやば、上がりすぎだってレオ。そんなにやりすぎだ。米津剣士になる。イエーイ。あ、もう既存の人になるんだね。あれこれ、あ、おいおい待って、ふざけんなよ。あれ2回目じゃない。家族と一緒にデパート。あ、迷子だ。おもちゃ欲しいな。あ、迷子になっちゃった。あるあるだね。あ、また全部下がった。俺カスじゃねえか。俺体力冷え込んでたけど。助けてー、みんな待って、俺チョコ食べたいんだけど。無理、もういいよ。もういいよ。もう無理。もう俺ら食っとくから。先に。あ、これ3を。おい、お前ら運いいぞ、めちゃくちゃ。あ、選べるやつだ。あ、中庭教室だから、これ体力でしょ。これ多分あれ知力でしょ。そう、これがセンスだと思うんだよ。やっとく、センス。センスだね。おお、興味湧いた。あ、いいじゃん。あ、やっぱそうだね。うわー、爆発した。いいな、いいな。ありがたい。え、いや、結構美味しい。で、また500万。俺だけ美味しくないな。これ、高校生までもらえるんだっけ、確か。うん、高校生まで。やばいやばい、毎月。学生は、まだ小学生。
500万はでかすぎるね。でかい。圧倒的ステータスも負けて金も負けてるけど、どうしよう。やばくない？待って待って待って、レオ、レオレオやば、ふざけんな。ここしか止まれねえ。うわー、これどれだろう。海岸に行く。え、海は多分体力でしょ、さすがにね。デパートか海岸。いや、これでも順番になってんじゃないの。ほんまかな。あのちゃんとね、上から。そういうことか。今までもそうだったよ。あ、そんな優しいもんか。デパートに行くと多分センスが上がるんだよ。デパートでセンス上がることあるかな。ご飯が美味しいから。ほらほらほら。シェフはセンスしてる。あ、シェフ。あ、すごい。D ランク来たかも。え、来たかも。あ、そうか、三択ってそういうことか。待ってくれ、頼む。みんな強すぎるって。9ってラッキーマスよね。いけるかな。あ、よかったよかった。よかった。パトロンが欲しい。え、なこれも上からじゃない。あ、でもこれ全部それじゃな い, ゃない俺野球の方がいいけどな。さっく、ま、い怖いから真ん中にしとこうかな。そうね、うん、知力上げてもだって。そうそう、やっぱり水でしょ。体力を使った。ボロクソに言うな。知力があった方がいいかもだって、サッカー選手は。おー、あー、2つ上がるんだ。知力も上がって体力爆発。あー、まあ、まあ、なんとかね、ギリギリまではいって。1,2,3,4,5,6 6は出さなきゃいいのか。あ、10! あ、これは普通のやつかな。2かな。うん、うん、子供終わり。終わりだよ、子供。そうだね。福袋、ポケモンカードじゃない。ええー、これまたあれじゃね。おお、アイテムじゃね。アイテムっぽいよな。あ、違う、これ小さい目、1から5だけになる。あ、数字してのほうがよかったね。じゃあ小学校卒業です。早いね、もう。え、レオが強いな、さすがに。いや、この時点で G って結構すごじゃない。そうだね、うん、これマックス S とかな。 S だね。 SSS とかじゃないんだ。 S がマックスなはず。へぇ、中学校だよ。特別な選択肢。ほう、なんだこれ、俺もわかんないよこれ。ここら辺からだから、もう進路。あ、そうだ、あの部活入るとか決めれるの確か。ああ、これこれ、はい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 。